まあ、去年6勝という形で、まあ、最下位で終わって、まあ、今年は、まあ、それ以下の成績というのはないので、とにかく、今、まあ、新しく今年から新監督でスペインの監督が来たんですけど、バスケットもガラッと変わって、まあ、ディフェンスは全員でディフェンスするというのは変わらず、オフェンスでは特に、パスがどんどん回ってどこからでも点数が狙えるバスケットになっているので、まあ、オフェンスでもディフェンスでも全員バスケットで、とにかく、まあ、プレーオフ進出を目指して頑張っていきたいと思います。そうですね、遅れた影響というのはそこまでないんですけど、まあ、ちょっと体もの疲れプラス、まあ、ちょっとメンタル的にもちょっと休みたいなっていうところはあるんですけどもただ、まあ、合流してまたバスケットはガラッと、さっきも言ったように、まあ、代表でやってたバスケットとも違うバスケなんで、まあ、そこは新鮮な気持ちで今シーズンは臨めてるんで、まあ、代表での疲れの影響っていうのはそんなにないと思います。そうですね、まあ昔ほど突っ込んでバタバタ倒れるようなプレーっていうのは、まあ、控えた方がいいかなと、まあ、しっかりそこは見ながら、状況を見ながら大人なプレーをしなきゃいけないなっていうのは思ってますね。まあ、あとはちょっと、まあ試合数がかなり増えて、うちは特にその人数が12人ギリギリで臨んでるんで、まあ、そこでちょっと毎試合毎試合とにかく試合には出たいなっていう欠場っていうのが今のところないので、それを続けるためにもしっかり、まあ、毎日毎日のケアをしながら、100% の状態は難しいかもしれないですけど、とにかくいい状態で毎試合臨めるようにしていきたいと思います。はい、今シーズンのレバンガ北海道のバスケットは、昨シーズンまでとはガラッと変わって、とにかく、ドリブルよりもパスを中心のバスケットで、ぐる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 パスが回ってどこからでも点数が狙えるバスケットになっているので、まあ、去年までのそのディフェンスはそのままに、オフェンスでも今までとはちょっと違うレバンガ北海道を見せれると思うので、ぜひ会場に来て北海道の応援に来てください。よろしくお願いします。